全く伝わってこないのよ、はい、もう撮ったら撮りますか、はい、どんだけ今から起死回生したって彼出ないよ今日。では何かおかしいですかね、話が。なあ、もう二度と言うなよそんなこと、はい、出てくんなここに。ふざけんなって話ですよ。コミュニケーションがかなり難しいっていうこと。逆、事前面談をしましたね。うちのデジは何て言ってましたか。 VTuber という新しい形と、まあ、経歴が面白いと言われて、 VTuber の多分事業自体が多分令和の虎で配信するのも多分志願者も初めてだとは思っていて、だから出るに値すると、と最初は。そうですか、はい、そうですか。そう、なんだろうな、だるまさんにじゃなくて、うちがね、事前面談今僕はやってないんですけど、一番気をつけていることっていうのは、虎とコミュニケーションができない人は出さないっていうことなんですよ。どんなにしっちゃかめっちゃかで、はちゃめちゃで現実味がなくても、ちゃんとコミュニケーションが取れれば、虎から面白いアドバイスも出るだろうし、言ってしまえば絵として面白くなったりするじゃないですか。でも、このコミュニケーション力で出てもらっちゃうと、かなり厳しいですね。いや、なんかそれちょっとやっぱ思うところがあって、生い立ちが不幸だって話あったじゃないですか、はい、これってだからそのコミュニケーション能力のせいで話がいろいろおかしくなっちゃって、結果的に不幸な生い立ちになってしまったんじゃないかなって、どうしてもちょっとその思う節があったりとか。僕も全く同じこと思ってるんですよ、うん、今、うん、そもそもなんで VTuber のこの事務所やりたいんやっていうのが全く伝わってこないんだよ。このあなたの経歴から突然何が生まれてきたんだ。こんな見たら、この経歴、またこれやり始めてうまくいかない、失敗したって経歴に一個これが加わるだけにしか思えなくなっちゃうんだよ。あなたの中で時代で VTuber これからだって思ったからなの？違います。だって一人でもそういう人育ててるんだったらいいよ。何の実績もない中であなたがどんだけアドバイスを送るとか育て上げるって言ったって、誰もそれ信用できるわけないよね。正直にいろいろ皆さんは、岩井社長含めて。取ったら取りますか。あ、すいません、こんな顔してます。さっき見ました。はい。すいません、私は一児の父です。シングルファザーです。子供にかっこいい父親であり続けたいなと思って、今までずっと考えて、でここに出てきました。私もっとこのビジネスに対して熱い思いを持ってて、心の拠り所と書いたのが、今誹謗中傷されたりなんだかんだされても、個人だとどうしてもどこに頼っていいか分かんない。私にたまたま友達の VTuber やってる方、登録者たった150名しかいないとずっと言われてて、どうやったら伸びるって相談されて、でもその150名の中にアンチが一人いて、心を病んで やめてしまった方が私の友人にいます。その子をずっと助けたいなって思って、私は起業して、じゃあ私のところで新しく。いや、もうそれより自分の子供まず助けたら、あと200万借金あるんだろ、それ自分で全力で、はい、金返してさ、まだあんた30やんか。何を生き急いで社長になろうとしてんだよ。もうこの金自分でね、堂々と返して、その後で自分で金貯めてなんかやれや。人からここで800万金借りて、うまくいくかどうかもわかんない事業やって、それで人不幸にするよりも、その方が真っ当な生き方だろうがよ。誰でも彼でも社長やればいいってもんじゃないんだよ。今のあなたが社長をやって、うまくいく確率なんて 0.00 何%しか俺ないと思うよ。今まで話聞いてて。そんな甘くないよ、会社の経営は。そうだと思います。ああ、しかもこれ人の金がほとんどやんか。もうやめとけや、はい。シングルファザーになって、前の嫁さんが作った借金を800万それ600万返してあと200万残ったんだろ、返せや自分で。そっからじゃないの君のスタートは。30歳や。これが俺みたいなクソじじいだったらまあしゃあないで。30歳で、お、君、僕の半分もまだ生きてない中で、今から10年頑張って40になってから会社やったってええやんか。悪いけど。どんだけ今から起死回生したって、彼出ないよ、今日。無理だもん。いや、何回か俺言ってんだけど、ここは、令和の虎って、止めることにも意義があるんだって。これ本当なんですか？この2000万詐欺で取られたってなってて、ということは、まあ2000万貯めたってことじゃないですか。で、本当なんですか？事業資金で2000万、私は仕事を取ってきた。私、もともと建築。簡単に答えよう。この2000万何？銀行から借りた2000万なのか、事業で儲けた2000万なのかって話だ。事業で儲けた、実際に言うと2800万円です。ってことは実績ありますよ。怪しいよ。こんな感じで2000万、3000万
なんか利益が出たり貯められてるイメージが湧かないんですよ。1件1000万の利益出る営業力があるんで、別にお兄ちゃんのところに発注しなくていいじゃないですか。建築業者いっぱいあるんで、はい、1件1000万利益が出る建築の案件を1個取ればできますよ、自力で。だから何かおかしいんですよね、話が。私は本当にやりたいことがうまく喋れないです。営業してると独自の製品をどうにかして売ればお金になるという、私グッズ制作の、先ほどアンド社長がグッズ制作の事業やればいいじゃん、グッズ制作はとても好きな商売だったので、それを何かに変えたくて、お金もそれなりに生まれる商売なのでやりなよって言われて、で私もうすいません、話すの下手くそで本当に申し訳ないんですけど、誰かみんなさ、あなたみたいに360人以上の志願者出てきて堂々と、私は説明が下手くそなんですいませんって言い続けた人いる？いないです。なあ、もう二度と言うなよそんなこと。はい、すいません。で、説明が下手だっていう自覚がありすぎるんだったら出てくんなここに。いや本当そうじゃないですか。しかも事業内容も YouTube コンサルなんで、説明下手だったらできねえじゃんって、うん、何を同情すればいいの我々は。君に、この人説明が下手なだけですごい気持ちは持ってる人なんだな、頭いいんだな、能力高いんだな、思いのある人なんだなって、どうやって思えばいいんだよ。駆け出しの人を救いたいって思いは綺麗なのかもしれないけど、実力なかったら、だって150人で悩んでどうしようと思って伸ばしたいと思って本社のところに3,500円、3,500円払って、藁にもすがる思いで来た人に対してさっきの返ししたらよりやばいっすよ。伸びなくて困ってる人から数千取り上げてゴミみたいなコンサルして、それって結局おっしゃった綺麗な未来になんなくないですか。誹謗中傷されて困ってて、ノウハウあるんですか、誹謗中傷どうにかする。10月1日に開示請求の法律が変わったっていうのを知らない方もいれば知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まだ実例がとても少ないです。なので徹底的に実例を作るために協力するつもりでした。できなかったらどうするんですか。めちゃくちゃ悩んでますと、150人で誹謗中傷で本当心折れそうです、藁にもすがる思いでやりました、頼りました、実例作り中です。ふざけんなって話ですよ。人の気持ち何だと思ってるんですか。悩んで救いたいんじゃないんですか。救いたい人がやることじゃないでしょ。実例作って絶対助けられるからって状態でやるんだったら分かりますよ、救いたいんだって。まあけどね、そんなお金かかんないんで、早く自分で VTuber になって売れればいいんじゃないですか。そうしたら説得力あるし、相談乗ってくれるし、いろんなとこ人助けられますよ。売れてほらすごいノウハウあったでしょっつって、半年後か1年後に令和の虎来て、こんなだるまさんを信じてくれる売れない VTuber の心の拠り所になって、2、3人こんな売れさせましたからって言って持ってきてくれたら、青さんがすいませんでしたっつって、僕はいいと思ってましたよってその時言いますから。ただ皆さんに最後に一発芸、いや見てもらいたい私の実績、もう目の前にある実績だけは見せてもらいます。そうだったよね、そういえば持っていけなかった、そこを言うのを忘れたんで。私は本当に実績がない、実績がないって思われちゃってるんですけど、私かなり大どんでん返しが、かなり自信があるものを今日持ってきてます。おーおお、全く忘れてました。驚きの展開。もちろんこの VTuber にはあまり関係のないものかもしれないんです。グッズ、はい、やばい、僕はもう鉄器、これは映せないものばっかりです。なんで映せないの。全部企業が関わってるので、本当にグッズ屋さんに本当はなりたかったんです。だからグッズ見たってどう、グッズがあってどうすんのよ、はい、だから最後にこれを見せて何が言いたいか教えてください。はい、 VTuber やゲーム配信者って同じようなグッズをみんな出されてるなと思っていて、私グッズのためなら何でもしてあげたかったんですね。実績として僕は見てほしかっただけなので、これはもうこういうのやってますっていうの。僕の話聞いてました。ご自身が VTuber として売れるか、もしくはどうぞおかけいただいて、それでもしくは誰かの相談乗って、その VTuber が売れればその実績を持って半年後1年後って言ったら、僕には実績があるんですって言って来てくださいみたいな感じでしたよね。僕はてっきり VTuber へ登場の流れでしたですよね。だからもうこの時点でコミュニケーションがかなり難しいっていうこと、逆に半年後1年後にそういう実績を持って現れても、これはちょっと一緒にお仕事できないなっていうレベルに、例えばですよ、もしこれを出すとしてもちょっと違うんですけどとか説明がないと、今は VTuber の実績が登場の流れでしたよね。確かに。いやしかも岩井さんも、あそうだ忘れてたって言うから、なんかもう知ってんのかと。どう締めればいいか分かんないですね。でもこれだけの空気を作ってしまった原因はやっぱあなたにあるんですよ。その通りだと思います。